皆さんこんにちは、経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います。草コイン新聞購読視聴規約、ここでねこの動画を一旦止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条の文言を大きな画面にしてお読みください。どこか一箇所でも承諾できないというところがありましたら、あなたはこの動画の続きを見ることはできません。全ての文言に承諾できた方のみこの動画の続きを見ることができます。それでは行ってみましょう。 LINE に登録してくださいね。そしてこの動画の感想を LINE で送ってください。ステッカーを販売しております。 LINE でお問い合わせください。令和3年2月7日日曜日、草コイン新聞 FX 中野研究会、今日日曜日でしたね。土日皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。私の方はですね、ずっと朝から家に閉じこもってましたけどね。平日も家にいますけど、休日も家にいるということですね。まあ今日のね日曜日の夜だけちょっと外食を、早めの外食をしましたね。8時で終わっちゃうからね、なんて言ったってね、外食もね。だから6時ぐらいに食べないとね、早めの外食をして、まああんまり美味しくなかったかな、外食もね。なんかそこのお店ももうなんか閉店するような感じでしたね。メニューもだいぶ少なくなっちゃって、もうこれもこれもこれもやめ、もう一時休止でね、もう余った材料で作ってるって感じかな。もうなんかだいぶ美味しくなくなってましたね。このお店もやめちゃうんだなって感じでしたね。とても残念な感じでした。松戸もね、駅の商店街もだいぶ、空き家が多くてですね、びっくりするほどシャッター街が続いちゃってですね、まあ東京駅のね八重洲地下街なんかもシャッター街になっちゃいましたよね。本当にお店がもう撤退してしまって、まあ、新幹線乗らないからね、みんなね。だから東京行かないし、地下街でお土産も買わないし、ね、新幹線待つために食事もしないから、まあ世の中変わりましたね、随分ね。まあコロナのワクチンができて、まあワクチンができてもね、ワクチン打ったら、まあ、自分は、コロナウイルスに感染しても、発症は、まあ、ほぼあまりしないですよね。ただ人には移すんですよね。感染しても発症が抑えられるだけで、感染することはするんだよね。だから他人には移しちゃうんですよ。だから媒介者にはなり得るから、まあ世界中の人がね、全員ワクチン打たなければちょっと元の生活に戻らないかなって感じしますね。あと今日はですね、非常にねいい夢を見て朝起きましたね。まるで、3年前かな、3年2年半ぐらい前のですね、僕がマインドフルネス、に成功した日ですね、それと同じような、夢を見ました。最近ね、YouTube の中でですね、まあ、ヒーリング音楽というか、なんていうんですかね、リラクゼーション音楽ってありますよね。ずっと3時間も5時間も10時間も24時間流れてる、まあ、ライブで流れてるやつもあるし、10時間の音楽もあるんですけどね、まあ、自然の音楽とか自然の雄大な、動画とともにね、美しい綺麗なですね雄大な音楽が流れてる動画がたくさんあるんですよね、海外ですけどね。それを聞きながら眠りに入るんですけど、非常によく眠れてですね、すぐにね眠りに落ちちゃうんですよね。
周波数がいいんですよね、周波数がね。体幹とか、体の、まあ、精神にもいいし、肉体にもいいんですよね、そのリラクゼーション音楽の周波数がね、合わせた、波長が合わせてあるからね。で、すぐに眠りに入ってですね、深い眠りに入って夢を見るんですよね。で、その夢がまた素晴らしくてね、素晴らしくてですね、久しぶりですね、今日は。ものすごい心地よい夢を見て、そのまま起きてですね、半日経ちます、一日経ちますけれども、半日か。まだそのね、美しい心の状態が続いています。それでね、やっぱ思い出したのはですね、人間、まあこの地球上はね、人間の魂っていうのは、何十回、何百回、何千回って言って、輪廻転生を繰り返す、繰り返してますけど、そういうプログラムがありますけどね、この地球にはね。皆さんね、前世の記憶を消されて生まれてきますね。それは、自分でね、選んでね、記憶を消してね、自分で消して生まれてきますね。たまにね、消さないで生まれてくる人いますけどね。そういう人も、7歳になるまでには記憶、前世の記憶は消えちゃいますね。前世とか前々世の記憶はね。7歳になると、潜在意識と顕在意識の間の通路の、記憶の通路の蓋が閉まっちゃうんですよね。だから7歳、6歳までにですね、前世の記憶を全部、ノートに書いておかないと、記憶維持できないんですよね。まあ、全く覚えてないですね、もうね。はい。皆様もね、ぜひ一度ですね、YouTube のリラクゼーション音楽っていうのをね、検索していただいて、まあ自分に合った音楽っていうのは必ずありますからね、たくさんありますから。まあ僕もね、半年ぐらい聴いてるんですけど、この一週間ぐらいでね、自分にぴったり合うリラクゼーション音楽を見つけることができたんだよね。で、それを、まあ、ずっと聴いてるし、シャワー浴びてる時も聴いてるんですけどね、iPhone、お風呂の中に入れてね。最近は寝る時も聴いて、朝まで鳴ってますけれども、非常にですね、素晴らしい夢を見ましたね。そしてまあ、僕もまあね、生きる生きがいをもう一度噛み締めてですね、毎日ね、ときめきながら生きることを、誓いましたね。最近目が曇ってきましたからね。はい。やりたいことがまた見つかったしね。まあ、18、19の頃の、まあ、青春時代ですよね。青春時代を思い出しましたね。今ね。今日は思い出してですね。本当に、まあ今も胸ときめいてますけどね。皆様も、ぜひですね、リラクゼーション音楽、YouTube で検索して、聞いてみてはいかがでしょうか。はい、そうですね。で、そうだ。でね、当分はですね、YouTube は、動画を作って、こうアップロードすることにします。まあ、夜ね。で、ライブは、まあ、そうだな、夏ぐらいまではやるのやめようかなと思ってますね。夏か年末ぐらいかな。まあ、中野研究会の中で、FX でね、資金が1億円達成した人だけ、YouTube ライブね、毎日やろうかなと思ってます。まあ、それ以外の人は、残念ながらこの動画を見ていただきたいと思います。んで、まあ、そうだな、まあ、今週ぐらいは一般公開の動画にしますけれども、まあ、来週からはもう完全にね、限定公開にしてしまって、中野研究会に入ってる人だけと、あとは、まあ、メンバーシップに入ってる人だけと、が見れる、動画にしてしまいますので、まあ、一般の人が見れることは、一般の人が見ることのできる動画っていうのはもう、月に1回ぐらいしかないかなと思いますし、まあ、ライブはもう多分来年になるまでね、ライブはやらないかなと思ってます。まあ、いいんじゃないかな、それでもね。中野研究会に入れば、一応動画は毎日見れますからね。
で今日のお題としては来週のドル円戦略について少し話そうかなと思うんですが、はい、まあこれ MT4 なんですけれども、これ冷やしですよね、これね、冷やしですね、冷やしで200日移動平均線に差し掛かって、まあ、落ちてきたと、まあ、先週の、ね、金曜日の雇用統計で、まあ、ちょっと上がったんだけど落ちたんですよね、これ30分足ですけれども、まあ、これ15分足ね、雇用統計ここですよね、ちょうどてっぺんに合わせて、それで落ちて上がって落ちたんですよね。そして、まあ、ちょっと上がったけども落ちていって落ちてると。そしてまあ他のね証券会社見たら、まあ、今105円37ですけど、まあ、105円30ぐらいまで落ちてましたね、他の証券会社見たらね。だから XM については朝7ピプスぐらいの窓は開けて落ちるかもしれないね。まあ、どうせ埋まると思いますけど、でこれどっち行くのって話なんですが、まあ、まあちょっと分かんないね、誰にもね。で、まあ、5分足見るとですね、まあ、数値が悪くてまあ落ちてきたのかなと思いますけれども、雇用統計ね。まあ一旦落ちてですね、プルバックして上がったと。でも数値よく細かいとこ見てみるとやっぱり悪いから落ちてきて、これ5分足ですね。ほんで、まあ、こういう移動平均線で当たって下がってますよね。でここも緑の移動平均線で当たって下がって、ここは75移動平均線当たって下がって、もう一回75移動平均線に当たって下がってますよね。で結局75移動平均線に頭を抑えられて下がっちゃってるんですよね。だから下かなと。でこれは15分足ですね。でこれはですねこの緑の線ですね、これね、これ25移動平均線で、これが200移動平均線ですね、下がね、はい。だから頭は25移動平均線でこうやって押さえられてると、ここもね。で下は200移動平均線で押さえられてるということで、これサンドイッチになってますよね、これね。ここすっごい狭くなってますよね。で一応30まで落ちてるんで、他の証券会社はね、こうやってボーンとして落ちてるんだね、一回ね。だからまあ、まあ、ここまで登ってきてね、こう富士山が噴火した感じになってますよね、これね。山の火口見たくなって、上がボーンと爆発して、だからこうなってこうなってた山の頂上がね噴火して、なくなってるよと。そしたらこう山のね、尾根っていうかね、まあ尾根じゃないけど、こう傾斜角度としては下行くかなって感じはありますね。ただ、まあ、月足ですよね。月足見るとですね、まあ、前も言いましたけれども、これが120日移動平均線ですね、これ120日で、これ白が200日移動平均線ですね。だからあの短期移動平均線が、短期って120のことね、短期移動平均線が長期移動平均線を下から上にぶち抜こうとしてるんだよね。だから基本は上ですね、基本は上。あのこれゴールデンクロスだから、ここがゴールデンクロスだから上です。基本は上で、どこまで行くのかって言ったら、まあ、まずここだな。まずここ118円かな、これ。まず118円まで行くんじゃないですかね。アメリカ強いからね、バイデンさんでね、アメリカ軍事力で強くなっていく。だって今さ、街中すごい景気悪いのに、金融市場はもう最高値ですからね、株もね。だからこれでアメリカ国民がワクチン打ってね、でまた経済復活したら、飲食とかね、経済復活したらどんだけ株上がると思います？どんだけ上がると思います？
むちゃくちゃ上がると思いますよ。うん、まあ今金融緩和とか資金流入させて、なんとか金融市場は保ってますからね、国はね。でそこで実体経済がまた回り出すとね、どんだけ上がると思います、金融経済でね。でここがまあちょっと見えなくなっちゃいましたけど124円ですね。118円行ってから124円行くかどうかですね。まあ、こんな感じ。まあ、これがね、まあ、一つはこう上に行くパターン。で、もう一つは、やっぱり下に行くパターンっていうのもある、当然あるからね。まあ、ここら辺、広大な空間が空いてますから、まあ、僕的にはね、これ75、ここら辺、わかんない。今からもう下がっちゃうかもしれないし、75移動平均線、例えばこれ110円まで行ってね、110円まで行って、75移動平均線まで上げて、そこからまあ下げていくと。まあ、このパターンも大いにあるよね。やっぱり大いにあるよね。やっぱり形的にはこっちの方が安定するからね。安定するから。だから一旦上げて、110円まで上げてからの、下げということですね。じゃあ今からすんなり上がるのかって言ったらそうでもなくて、今からはまあ下がるかもしれないし上がるかもしれないしだよね。まあそれでまあここまで上がったから、まあ一旦下がるでしょうっていうのは大方の見方なんですよね。で、これ200日移動平均線まで行ったから、まあ一旦下がってますよね。で、それ僕は75移動平均線まで下がると思ってるんですよね、これね。一旦ね、75移動。ここまで。ここまで下がるんじゃないかなと。わかんないですよ。誰にわかんないから、月曜日の動きを見て決めればいい話だからね。そうすると、まあ、だいたい120ピプス落ちて、少し上がって、ね、ここを切り上げて、で、また120ピプスぐらい落ちて、こう上がっていくと。こんな感じですね。まあ、みんなそうでしょ、こうやって。ギザ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 でしょ。こんな感じですよね。上がるにしても、まあ、ここは上げすぎたんで、まあ、今週は下げでしょうねっていうのは、まあ、世界中の大方の見方ですよね。上げるにしても下げるよね、やっぱね。だから、ここからぐい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 そのままぐっていくのか、そしたら、行くときもあるんですよね。ぐいぐいこのまま、月曜日も余裕で、月曜日、落ちてますけど、まあ、余裕でここで跳ね返ってね、ちょっと下出たけど、これはまあ、まあ、オーバーシュートでね、まあ、ちょっと出てからの、まあ、ギューッと上がっていくときもあるんですよ。こうやってね、上がっていくときもあるから、まあ、わかる。始まってからでいいんじゃないですか。始まってから考えればいい話で、まあ、別にあんまり驚かなくてもいいと思います。どっち行くにしたって、トレンドについていけばいいだけですからね。それでですね、まあ、今回のポールポジションという意味では、まあ、これポールポジション難しいけれども、まあ、ここでしょうね。ここの75移動平均線を割って上に行っちゃったら、まあ、今まで割ってなかったもんね。で、まあ、一つ、この黄色いところまでね、120日まで行ったっていうのが一つあると。だから、まあ、最低でも、まあ、120日を上抜けたらロングだったんでしょうね、これね。絶対にね。まあ、あと、少なくてもね。で、まあ、基本的には75移動平均線上抜けたら、いったらロングと。いうことで、ここがポールポジションだったんですよね。ロングの。じゃあ、今、ここはって言ったら、ポールポジションじゃありません。で、ショートのポールポジションかしたら分かりません、それもね。分かんないですよ。じゃあ、ここでショート、いや、分かんないんで、今はポールポジション、中野研究会ではポールポジション投資法と、あとは期待値計算投資法と2つあるんですよね。期待値計算投資法っていうのはね。で、ポールポジション投資法っていうのはポールポジションのタイミングでエントリーしなければいけない。で、今はだこことかね、こことか、ここでここがポールポジションだったね。で、ここはポールポジションじゃないから、
期待値計算投資法、期待値計算投資法で、エントリーしないといけないですね、これね。で、これ2つのどう違うのか、エントリー方法はどうすればいいのかっていうのを、まあ、Excel 表でまとめてくださいってちょっと田中さんに頼んだんだけど、まあ出てきてないんですよね。なぜ作ってくれないのかちょっと僕には意味が不明ですけれどもね。まあすごい簡単なんですけどね。あの期待値計算投資法でやってください。まあ、あの利確を16ピプス、損切りを10ピプスで、エントリーしてくださいね。で、あの、ロット数は、1万円につき 0.01 ですね。1000通貨でいいと思いますけど、まあ、最低でも、まあ、多くても1万円につき 0.1 ロット、1万通貨ですね。多くてもね、そうすると 100ピプスは耐えられますよね。まあでも 0.01 でやってください。あんまり増えないですけど、まあ、こんなもんですよ。期待値計算投資法はね。増えるのはポールポジション投資法だからね。で、またポールポジションの時期が来ますから、その時にあのまたロットを増やして、ロットを増やして、複利でやれば、あっという間に1億円だよね。夏までにはね。だから今は、ポールポジションのタイミングじゃないからね、期待値計算投資法でやってくださいよ。必ずね、1万円につき 0.01 ロットでやってください。はい。で、期待、利確10ピプス、損切り10、あ、違う、利確16ピプス、損切り10ピプス。これでいいよね、損益率 1.6、1回の損失許容率、あ、いいですよね、これでやってくださいね。はい、ということですね。あと、まあ、一応僕の方はメイソンリーからいろいろな、ツールがね、また届いてですね、まあ、これからね、あの、バイデンさんに変わってですね、それだと金、あの世界の金融を司る、あの、秘密結社も変わったらしいね。だから、まあ、ちょっと、情報が全然、届かなかったんですけども、まあ、ツールが届いたんでね、また僕中野裕二先生と呼ぶことにしますけれども、まあ、そのツール通り、これからポールポジション来たらビビってなりますから、中野研究会の人たちにはお知らせしますからね。その時にコールロットを貼って福利で運用してですね、まあ、僕夏ぐらいにはね億万長者になっていただいて、まあ、今年はもうやらないっていうのが一番いいと思いますね。はいはい、その方がやればやるほどリスクも高くなりますからね、まあ、その方がいいかなと思います。はい、そのぐらいかな。まあ僕としては、まあこれは月曜日始まってからまた僕ツールの方、アメーソンリーツールの方を見て、あの、 お伝えしますから、それまではロットを抑えてですね、さっきの期待値計算投資法の方でやってください。はい、詳しくは、あの、町田の田中さんにね、お聞きいただければ、Excel 表が出てきますからね、大丈夫だと思いますよ。まあ、それよりも何よりも、やっぱ YouTube のですね、まあ、リラクゼーション音楽、まあ、僕、ホワイトノイズでもいいんですけどね、リラクゼーションミュージックをお聞きいただいて、自分の好きなね、旋律、まあ、旋律っていうかね、周波数音楽を選んでいただいてですね、ぜひ皆様もですね、深い潜在意識の下にあるですね、アカシックレコードを覗くまでになってですね、自分の生まれた起源は何だったのかと、何億年前に生まれてですね、自分の魂は今までアトランティス時代は何をやってたのか、金星での時代は何をやってたのか、水星の時代は何をやってたのか、アンドロメダ星雲で生きてた時は何をやってたのか、そういうものをですね、読み解いて、小説のようにね、そして映画のように読み解いていくということをしてみるのも楽しいかもしれません。それではね、今日はこの辺で終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。